ユン豆腐、ハロハロー、キヌユンです。今日の企画は何ですか？今日の企画は前髪のアレンジを3パターンやっていこうと思います。イエーイ、イエーイ。じゃあまずユンちゃんから1個目のアレンジをやっていきたいと思います。1個目のアレンジはシースルーバングです。はーい結構キヌちゃんがやってるやつだよね。でもちょっとやり方が違いますね。今回は普通の前髪がある人でもシースルーにできるシースルーのアレンジですね。おお、ユンでも、うん、この重ための前髪でもできるってことだね、うんうんうん、それではやっていきましょうまず前髪の生え際を薄く取ります。はい、これを取った時に下に残った前髪がシースルーバングになるということですね。あー、薄くそしたら前髪をねじって横で留めると。ちょっと可愛くバッテンとかにしちゃいましょう。みんなこんなユンちゃん見たことないんじゃない、はい、もしや。え、でも可愛い。合ってますかね、これ。赤ちゃんみたい。褒めてる？褒めてるよ。こんな感じになりました。じゃあ次、キュウちゃんに2つやってもらおうと思います。はい。じゃあまず、ねじりアレンジというのをやってもらおうと思います。トップの髪をコームの絵でジグザグにしてください。コームの絵？うん。で？ジグザグ、ジグザグ、ジグ。ザグで真ん中で分けます。分けられてるかな。ジグザグなった？なってる。あ、なってる。そしたら左右に分けた前髪とトップの髪をツイストねじって横で留めます。なんか出てくる短い髪は後で応急処置。はい、くるっとこめかみあたりで留める。よりね、なんか顔の白さが際立った。前髪だけで変わるね、うん、すごいなんか大人っぽくなった。大人っぽくなった。うん、さっき幼くなったあれじゃあ次、はい、最後次はね、ポンパドールをまたキヌちゃんにやってもらおうと思います。はい、基本のポンパドールと同じように前髪を取ります。後ろ向きにくるくるねじります。ポンパドールがふわっと膨らむようにねじった毛束を引っ張って緩めます。ねじった毛束を斜め後ろに引っ張ってちょっと横に流す感じで、ここの方に、うんうん、かわいいピンとかで留めます。キラキラのピンで留めます。タッチンピンの感じですかね。ちょっと引っ張って、ちょっと前髪の長さがちょっと足りないんですけども、はい。なんか懐かしい。めっちゃ懐かしいんだけど、なんか時代を感じる。うん、新鮮、こんな気になっちゃう。なんか笑っちゃう。はい、ということで前髪のアレンジを今3つ。やってみました。イエーイ、イエーイ。本当にねじるだけとか止めるだけとかね、うん、簡単だけどなんかちょっと雰囲気が変わるので、皆さんもねやってみたいアレンジとかあったらぜひやってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日はね、スタバのね新作を飲んでいこうと思います。イエーイ。で、キャンディーピスタチオフラペチーノ。飲みたかったやつ。こっちの方がピスタチオを感じてる。甘い。なんで？甘いって言った？